はい、こんにちは。今回はね、ご紹介するのはトヨタのパッソですね。で、こちらがトヨタの、パッソというふうになりまして、こちらの方をね、まあ、ご紹介と思いますと、これは2004年のダイハツブームの兄弟車として誕生したコンパクトカーのパッソで、2016年には3代目が登場したと。でラインナップは標準モデルの X 系と外形や内装を精密化した上級仕様のモーダという2つのスタイル、より燃費効率を向上させた 1L 直三エンジンにより FF 車での燃費は登録車トップクラス28キロをマークしていると。ボディサイズは、船体とほぼ同サイズだが、ホイールベースの延長なる前後乗車間距離は75メートルに最大、安全設備は衝突支援開始システムスマートアシスト2が、まあ、設定されているということなんですね。でこれは、さらに、内外装の質感を向上し、衝突開始システムを設定したのが2018年の10月でして、でその時に NODA シリーズをはじめ全モデルの内外装の質感向上が図られている。でまた歩行者も感知すると衝突開始支援ブレーキやオートハイビームなどパッケージングしたスマートアシスト3と、コーナーセンサーが標準設備されていると。でパノラミックビューが設定され、駐車時の安全性も、まあ、高められたということでね、そういった機能なんかがついていましたよということなんですね。でそれが、まあ、このパッソという車でして、でこれが新車価格が117万7千円から186万8千円と、なっているという車で、ございます。まあなかなか色なんかもね、ちょうどいい、なんかこう、まあ空色というかこういった色合いが非常にね素敵でいいなというふうに、まあ思う感じに仕上がっていて、なかなかの、面白い出来の色をしてるなっていう感じですね。でこれはこの後ろが、こうやって開きまして、開くとこういうふうに中が、まあ、見えるようになっていると。で、内装なんかもこのように、非常にねよくできている内装になっていて、まあ、こういう色がいいです。こういう車って色によっては本当地味になりますからね。色金によっては本当にもう地味な色になっちゃうんで、まあそういうところは、こういう車内のある良さっていうのが生かしてくるんじゃないかなというふうに思います。どうもありがとうございました。